あれれ、今日はちょっとカメラの調子が悪いなー。ちょっと待て、なんだこの視点は。なんで昔のゲームみたいに視点が固定されてるんだよ。あれ、マリサは知らないの？これはバー 1.3 で追加された新機能だよ。絶対バグだろ。ということで皆さんこんにちは。実はピアノが弾けないゆっくり霊夢です。実はもクソもねえなマリサだぜ。今回はね、超絶奇妙なバグを発見したのでそれの紹介をしていきます。ちなみにさっきの視点固定より奇妙なのも紹介するのでぜひ最後まで見ていってください。今回の動画はあのバグがメインじゃないんだな。そうなのよ。そんじゃあまずは視点固定のバグについて解説していきます。皆さんはクイックアクセスという機能をご存知でしょうか？あんまり使ったことないなこれ。これはメニュー画面を開いた時とあまり変わりはない機能なんですよ。確かにアイコンが同じだな。そんでそれがどうしたのさ。まあこれを見てみんしゃい。メニューとクイックアクセスを同時入力してと。うわぁ。どうなってんだよこのメニュー画面の嵐は。必殺ダブルメニュー画面でごわす。何を必殺するんだ。しかも何これ、選択機能生きてるん。クイックアクセスの選択アイコンとメニュー画面のアイコンはちゃんと機能するよ。実質多重でメニューを開いてる状態ってことか。バターを油で揚げるのと同じね。何を言ってるんだこいつ。そしてこの状態でキャラのアイコンを選択してキャラのガチャ演出を一度見ます。演出が真っ暗な場合がありますが正常に再生されるまでキャラを切り替えてください。そしてガチャ演出が再生されたらクイックアクセスでマップを選択して最寄りの信号灯にワークします。裏でまだ演出が続いてるな。はい、こんな感じです。これってワークする前にいた場所にカメラが取り残されてる。多分そんな感じだろうね。っていうかまるで目が悪くなったような視点だな。カメラを探すのが大変なんだよねこれ。苦戦しすぎだろ。お、やっとショアキーパー見つけた。これを使えばショアキーパーの秘密もわかっちゃいます。なんだ秘密って。下着の柄は恐怖症。ブラックショアに消されろ。そしてこのバグは一つでいろんなバグが味わえるのが最大の魅力。フレンチのフルコースみたいだな。通常のメニュー画面は万物図鑑を開いてキャラクターのモデルを表示できる工作する成分を選択。そんでクイックアクセスはデータドックを選択すると、ショアキーパー、本来ならいないはずのショアキーパーがいますね。こんな感じでバグを利用すると音外とキャラを同時に召喚できたりします。核を選択するとこんな感じ。あれ核ってこんなでかかったっけ。核がでっかくなっちゃった。切腹してどうぞ。ちなみに音外でも同じようなことができました。フェイタルエラーにも個体差ってあるんだな。多分でかい方がメスですね。虫じゃないんだよな。他には武器強化を選択した後に共鳴者の画面を選ぶと特に変わりはないように見えるけど、あれ、調理先生って人痘使うのやめたんですねー。このバグで武器突できたりしないかな？できちゃったらアカウント停止なんよ。ということでお次はカオス編へ行きましょう。まだあるのかよ。正直今から紹介するやつがメインディッシュです。先ほどと同じようにまずはガチャ演出を再生させます。その後にクイックアクセスでパーティー編成、キャラを選択して詳細を選択、ステータスの画面が表示されたら一つ前の画面に戻って再度詳細を選択。そうするとあら、不思議。ガチャ演出を別視点から見れるって意味わかんねえな。ただ一つこのバグには注意点があります。え、何？ゲームプレイに戻ろうとするとフェイタルエラーが発生します。あ、はぁ、またまたご冗談を。というかフェイタルエラーってボスの名前でしょ。フェイタルエラーだー。ちなみにプログラムの処理が停止するほどの致命的なエラーらしいです。バグコは一応データドックからも似たようなことができるのでキャラ同士が重なってるのが嫌だなって方はこちらをおすすめします。ちょっと待て、調理って空気椅子だったのかよ。姿勢がめっちゃ辛そうだわねー。ていうかこれショアキーパーのを見てみたいんだけど。残念だけどマリサくん、ショアキーパーはどこを探しても見つからなかったよ。どこでアニメーションが流れてるんだよ。でも見ての通り音外がエフェクトでめっちゃかっこよくなるんだよね。フェイタルエラーのラスボス感やべえな。格もかっこいいよ。ダメ。このエフェクトは共鳴者の画面でも反映されるので普段見ることのないエフェクトがかかってるキャラが見れます。なんかちょっと切ない顔に見えてきた。次は誰を焼却処分しようかしら。お前だといいな。ちなみにあんこちゃんでこのバグをやるとこんな感じ。あらやだかわいい。当然ながらあんこが一番映えますね。まあこの子のエフェクトだしな。